はい、今回のアルバム「種」ですけど、この「種」という字、数珠の図ですね。というわけでこの数珠なりになった色とりどりの表面を持った表情を持った曲たちを神楽という一本の糸でつないだ、そんな作品ですっていうのと、種というこの発音がですね、呪うという字の発音でもあります。というわけで、この作品を聴いてくれた皆さんに神楽という呪いがかかってくれればいいなと、はい、そんな思いも込めております。はい、そうですね、今回のライブですね、神楽ならではの神楽独自の演出、そして世界観を念頭に置いてみんなを楽しませる最高のライブにしたいなと思っております。そうですね、まあ、今まで日本、アメリカ、そして、ヨーロッパで来ているわけですけど、まあ、すごく、どの国でもですね、すごく歓迎していただいて、これからもっともっと世界規模で動いていきたいなと思っております。日本といえば核ぐらいになりたいなと思っております。はい、神楽として挑戦していきたいこと、やはりですね、この音楽の世界にいる以上常に付きまとうのはどれほどこの神楽という名前をたくさんの人にしていただくかということがネックになってくるわけですけど、これからもですね、常に一番を目指してやっていきたいなと思っております。はい、明日のこともわからない、現在ですけど、まあきっとですね、そうですね、もっと世界中の人に愛されるバンドになるんじゃないかなと思い願っております。はい、早く妖怪になりたい、以上です。今回はですね、よりバンドサウンドというか、神楽5人のサウンドがメインで、まあ、シンセモノとかオーケストラ関係はまあ奥にいるみたいな感じで、本当より神楽の巣というか、スタジオでまあ5人が出してる音そのままを閉じ込めた感じかなと思ってます。はい、1年ぶりのホールということで、前回見に来てくれた人もまた新しくなって成長した神楽が見れるようなライブをしていきたいなと思ってます。個人的にはそうですね、今回そのアルバムでギタリストとして、まあ、よりバンドサウンドを、研究して、音作りにも励んでたので、まあ、なんかそのライブで見てるお客さんもその弾いただけでなんか違いが分かるようなサウンドの変化があると思うので、そこはいろんな面でビジュアル、音楽両方とも楽しみにしていただければなと思ってます。はい、今ちょうどビジュアル系というジャンルが海外で人気みたいなんですが、そのブームに乗るとかじゃなくて、やっぱりこうチャンスがあるということで、よりワールドワイドに活動していきたい、なと思ってるんですが、特に神楽は武器というか、まあ、日本的なというかその分かりやすいものがあるので、それをよりその分かりやすくというか、海外の人にも分かりやすく、まあ、アレンジしつつ神楽の良さを伝えればいいんじゃないかなと思ってます。今
今までそのバフというジャンル、ジャンルというかカテゴリーで、和楽器を取り入れたり、和風な音階というかそういうのをやってきたんですけど、なんか日本って古典的なものをそのまま伝えるというか変えずに伝えるのもいいところなんですけど、なんかそれをちょっと手を加えてまた新しいものにできないかなっていうのはちょっと今考えていて、それがどう具体化されるかは今後楽しみということで、今後でいきたいなと思います。未来予想図というかこうなっていたいなっていうビジョンは当然あるんですけど、まあそれがもしかしたらこれからの過程でちょっと寄り道をするのか、そのままそこに行くのかはちょっと分かんないですけど、それは、まあ、秘密というか、まあ、こう動きたいというか、一応まあビジョンに対して進んでいきたいなというのは正直思ってるので、ブレないように、さっき今後の作業じゃないですけど、一応その目標というかそのビジョンをしっかり考えながら行動するというか、そこに向かうには何が必要なのかとか、そういうのを一個一個できていったらいいのかなって、まあ簡単なことですけど、それが難しい感じもするので、まあ、そういうところをしっかり一個一個進んでいけたらなと思います。はい。まあ、バンドとしてコアより一個バンドとしての形を推し進めたアルバムっていうのが一番わかりやすいですね。一曲一曲はやっぱ違いが大きいんで、ただ全体通してこうたってやろうとしてることはやっぱり5人でできるサウンドを中心に組み立てっていう手法をとってるんで、広い意味で言うとコアからの続きではあると思うんですけどね。まあ当然いいライブもしたいんですけど、まあ国際フォーラムちょっとやったことないんですけど、どんなところでやりにせよバンドの持ってる力だとか、なんだろう、やっぱその人が持ってるエネルギー感っていうのが伝わるようなライブにはしたいですね。多少距離があろうと思う。だからやっぱり海外、海を越えてもやっぱ聞いてくれてる人がいるっていうのはとても重要というか、重要というか、まあ嬉しいことなんで、できる限りやっぱ実演というか現地に行ってライブをできる形を取りたいなと。それによってやっぱり音源にはないものを伝えられたらなと思ってます。まあ、ここ数年いろんな、まあいい曲というか新たなスタンスでやり始めてから、まあいろいろできるようになったので、ここからまた新たな自分たちの音楽観っていうのを作っていきたいかな。まあ、さっき言ったんですけど、やっぱりその自分たちが作れるその新しい音楽観っていうものをもう少ししっかり組み立てていきたいですね。まあ、その海外の人たちが僕たちをどう見てるかわかんないんですけど、海外じゃなくても日本でもそうなんですけど、自分たちだけが持ってるサウンド感っていうのがあるんですよ、きっと自分たちにも分からない。そこをどううまくさらに表現していくかっていうのが今後の課題になってくるんで、そこをやっぱ突き詰めていきたい。
かっこよくなる。まあ、これにつきます。はい、そうですね、まあ、今回アルバムということで1年3ヶ月ですか、まあ、今神楽が出せる最大のことを凝縮したというか、また進化した、神楽の表現ができたんじゃないかなと思いますね。初めてやる場所なんでどういう風になるか分かんないんですけど、まあ単純に楽しみたいと思うし、まあ、神楽のライブっていう魅力を思う存分出してみんなと楽しい思い出を作っていけたらなと思いますね。はい、まあ、海外はヨーロッパツアー、やらせていただきまして、すごい感触は掴んだんで、まあ、次はそうですね、アジアの方面でこう回れたらいいなと思いますね。まあ、常にこう世界は見ていきたいなと思います。はい、常に俺たちは挑戦者なんで、まあ、新しいものをどんどん作ってきて、オーディエンスをに飽きさせないことをいろいろして、常に一生懸命やっていきたやっていけたらなとは思いますけど、挑戦っていう意味では何だろう、挑戦、まあ、自分たちができること全て本当見せていけたらいいかなとは思います。はい、それは個人的ですけど、なんか未来予想図っていうのは、あんま考えないですね、僕自身、その未来予想図的なものは。っていうのは、常にその目標は持つけども、その未来予想図ってなると、なんかなんていうんだろう、未来予想図。予想図どうなってるのかな、それはイメージで答えるんですね。イメージだと、なんだろう、とにかくスキルアップした自分たちがいて、でなんかすごい格好してそうですね。わかんないですけど。目標は常に、持っていかないと我々アーティストはダメだと思うので、まあ、なんていうんですかね、今後は、まあ、楽しむ、喜ばすっていうところなんですかね。そんななんか堅苦しいことは僕があんまり言うの好きじゃないんで、とにかく楽しむっていうことなんですかね。いろんなことに挑戦して失敗してもいいんで、どんどん突っ走っていければ、それが神楽だと思うし、それが音楽だろうし、音楽だと思うし、なんじゃないですかね。今回のアルバムの主はですね、この1枚で今までの神楽と、そして、新しい神楽をいっぺんに味わえるアルバムになっていると思います。6月6日の、このライブはですね、2009年新神楽的な感じでですね、まあ、今までの神楽も、見せつつ、全く新しい
神楽を見せたいなと思っております。そしてですね、やはり神楽でしかできない真骨頂と言われるライブをですね見せたいなと思っています。まあヨーロッパ近くでは行ったんですが、個人的にはまだまだ足りない。まあ、一度行った場所もまた行ってない場所も行ってみたいなと。はい、神楽として挑戦したいこと、していきたいこと、まだまだ、神楽としてやれていない、やりたくてもできないこと、まだまだたくさんあります。まあ、その出始めに6月3日の国際フォーラムのライブに一つ期待してみてほしいです。常に、挑戦を忘れず突き進んできた神楽は、未来も先の未来もその大切な部分は変わらずに、好きな音楽でみんなと一緒にワイワイ10年も20年もずっとやってるかなと思います。東京ドーム東京ドームワンマンしたいなって、小さい頃からの夢でした。君の証もう二度と